岡田監督、才木とビーズリーの違い。阪神がヤクルトに快勝して、今季3度目の5連勝。今季最多タイの貯金8とした。試合は初回に森下、大山の連続タイムリーヒット、佐藤輝の2戦連発となる13号ツーランで4点先制。9回の大山が14号ツーランでダメ押しした。ドラ1クリーンアップの打点揃い組は今季11戦11勝となった。先発の才木は6回8安打無失点。自己最多更新の12勝となった。試合後、岡田監督は、安打を打たれながらも無失点に抑えた才木について、もう5回で変えてもええけど、ビーズリーとちゃうからの。才木は、そんなもん。5回で変えて、勝ち投手じゃな。これは、そんなんじゃあかんからな。100球越しとったけどな、もう1回な、ちょうどええ打順のとこやったから。あと1回な、頑張れ言うたよと明かし、規定投球回に達したことに、もう達したんか。まあそら勝ち頭やからな、おーん。まだそういう意味ではのチャンスあるからな。わからへんから、最後までと、若きエースのタイトルへの期待を込めた。佐藤の初回のツーランについても、初回な、本当にあれやな、繋がるというか、あそこでやっぱり4点、2点で終わるのとな、次のツーランというのは大きいよな、やっぱりなと、称えた。首位の巨人は4位の DeNA 相手に劇的なサヨナラ勝利。2位の広島は中日との接戦を制した。上位2球団とのゲーム差は変わらなかったが、DeNA とは3ゲーム差に拡大。熾烈な優勝争いが繰り広げられている。才木を称え、ビーズリーに激励の葉っぱ、監督らしいわ。なんやかんやで、優勝争いをするからすごいわ。まあまあ、下位チームに連勝してるだけだから、勝負はもうちょい先。厳しい、石井ばかり投げさせて大丈夫？いずれパンチしないか？今年のエースやからな。今んとこ投打が噛み合ってる。明日も普通にやって月曜、ゆっくり休もう。ここに来て佐藤、森下の今シーズンのピークとも取れる活躍は大きすぎる。最近の、才木は球数多いと思う。打たしてアウト取ることも覚えらんと、故障するで。今や阪神のエース、勝ち負けも大事だが試合を任せられる投手ですから。しかし、阪神は表ローテにばっかり当たるな。来週からの、DeNA もガチガチの、表やな。週1回の登板で、100球、ってそもそもおかしいんだよ消耗品って練習の球数減らせばいいだろ。なんやかんや言うて、佐藤輝を気遣ってる岡田監督が好きです。青柳、伊藤、ノイジー抜きでここまで来たのは大したもんだよ。英訳してビーズリーに伝えろ。